Z の音はズじゃないですよ。Hey there, it's Yumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、このね、Z の音についてちょっと解説したいと思います。というのもですね、たくさん質問いただいている中で、結構多いのが、車の複数形の cars とカードの複数形ですね。cards。これの違い何ですか？違いがわからないっていうのがあったんですね。で、実はもうこれね、昔の動画で、ね、解説してます。なので、それ見てないという方はね、そちらの方をね、ご覧ください。で、今日は、まあ、それにも関連してるんですけれども、この Z の音って実は結構難しいんですよ。で、誤解されてる方も多いので、Z の発音についてちょっとお話ししようかなと思います。で、本題に行く前に私のプロフィールです。こんな感じになっております。発音本をね、2冊出しております。で、この発音本以外にもですね、動画教材とか、あとオンラインコースというものもありますので、まあ、興味のある方は、まあ、もろもろね、下の概要欄に詳細載せておりますので、そちらをご覧いただければと思います。で、このね、Z の音ね、ザとかジとかズとかっていうふうに、日本語のザとかズとかっていう音と同じような感じで捉えてる人が結構多いと思うんですけど、実は違うんですね。で、日本語のね、さとかすっていうのは、まあ、息がちょっと弱いんですけど、まあ、S の音と近いです。舌の動きが S と近いんですね。で、すって日本語で言ってみてください。す、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 す。舌先、どこにありますか？すっていうとき、舌先多分下にあると思うんですね。で、舌の前歯に触ってるんじゃないかなと思います。で、どこにも触らずにすっていう人はあまりいないと思うんですよ。すっていう時って舌先が舌の前歯に触った状態で息が出てる感じですね。で、日本語ってやっぱり息が弱いので、すだと S の音として認識してもらえないことが多いです。すって出さないと。で、この息が大事なんですね。で、英語の S の音って舌先上げる人もいます。舌先ちょっと上げても、あの、口の中でその前歯とかに舌がつかないように気をつけてくださいね。前、上の前歯に舌がついちゃうと、つ、つ、つ、みたいに舌足らずになるので、それは S の音じゃないのでね。なので、舌先は上げるよりは下げた方がいいと思います。さしすせそのすのつもりで、息を多めに出せば S の音になります。すっていうふうに。なので、S の音はそんな難しくないと思います。ところがね、S の有声音ですよね、Z ってね。なので、英語の場合は S も Z も基本同じ音なんですよ。で、同じなんだけれども、違いは何かっていうと、有声音だから、声帯がね、響くっていう。スッっていうふうに S の音を出したとき、ここ何も響かないです。振動がないです。スッ、スッ、スッ、スッ。でも、Z の音、ズッ、ズッ、ズッって出すと、ここがね、ビリビリってきます。声帯が動いてるから。声帯が動くことによって声が出るんですね。なので声が出るから有声音なわけですよ。で、基本的に日本語って無声音ってないんです。すべてに母音がつくから。母音ってすべて有声音なのでね、あとかえいとかおうとかうとか、すべてどんな音でも母音は有声音なんですよ。なので日本語って有声音しかないんですけども、ただ若い世代、私も含めて、私全然若くないですけど、だから年配、戦前生まれとかじゃない、あの、若い世代の人って、特に関東圏、標準語圏の人っていうのは、語尾のすっていうののすの母音が脱落する傾向が強いです。今私強いですって言いましたけど、脱落しましたよね。強いですではなくて強いですっていうふうに、すっていうふうに言っちゃう。で、これは、まあ、若い人の話し方で、年配の人はこんな話し方しないんです。例えば、黒柳徹子さんとかね、徹子の部屋とか見てると、そうですかってちゃんとすって言ってます。そうですかすか、すか、すか。これだと本当に、もう S と K の音ですよね。もうそうじゃなくて、年配だと、そうですか、そうですね、ってありがとうございます、っていうふうに、あの、昔のドラマとか、あとまあ CM とかのナレーションとか、
NHK のアナウンサーとか見てると、やはりちゃんときっちり正しい日本語っていうのを喋るので、でも実際の標準語っていうのはもう時代とともに変わってきてるので、この語尾のすのうっていう母音が落ちてすっていうふうに無声化してます。そうですか、ね、そうですねみたいな、おはようございますっていうふうにすっていうふうにね、でこれが S の音です。なので日本語にも S の音が入ってきてるんですね。だから S の音はそんなに難しくないんですけど、図で終わる言葉ってあんまないので、図で終わらないですよね。図で終わる言葉って探そうと思うと大変でしょ。で単語だったらありますよね。例えば水とか、水とか鈴とか、水とか鈴とかって言わないでしょ、言いにくいから。なので水鈴っていう時の図って言ってみてください。図っていう時、下の位置どこにありますか。下が上の天井についてますよね。水、ね、鈴、鈴が分かりやすいです。鈴っていう時に、すの時は下は上に上がらないけど、図の時に上がるんですよ。で、こういうふうに日本語はすと図って、もう違う音なんですね。下の動きも違う。でも英語はすとずっていうのは同じ音です。声帯が鳴るかならないかっていうだけの問題なんですね。なので、この下の位置っていうのがとても大事です。で、Z の音を出そうとした時に、図にならないようにしてください。図っていうと舌が上についていて、この日本語の図の音っていうのはこの D の後につく S だから、このカードの複数形のカーズの図の音に近いです。全く同じではないんですけど、舌の位置が近いんですね。舌が上に上がります。で上の天井につく。で、それでちょっと破裂するのが DS の音です。カーズズズみたいに、ちょっとなんか破裂してる感じがありますよね。で、破裂と摩擦がこうなんか同時に起きてる感じがありますよね。でも、日本語の図っていうのは破裂も摩擦もない感じです。図、図、図ですね。水、水とか言わないでしょ？水ってね。変ですよね。水ですね。なので、音は違う音なんですけど、下の位置としては似てます。なので、Z の音は下が上に上がらない。ね、だから車は cars。です。車の複数形 cars ですね。で、カードの複数形は cards cards cards。 車は cars cars cards cars cards cars ね、っていうふうに自分の舌の位置を確認しながら練習するといいと思います。なかなか難しいです。正確に聞き取れなかったとしても気にしなくていいです。車とカードの話って全然話題が違うから、聞き違えるってことは文脈的にあまりないと思うので、うん、なので、まあ Z の音と DS の音ですよね、の違いが あとか思ってる人、そんな悩まなくてもいいと思います。ただ S と Z っていうのは基本的に同じ音だと思っておけばいいです。で、声帯が鳴るかならないかで、 Z が苦手な人はもう S で代用しちゃっても構わないです。有声音か無声音かっていうのは英語にとってはそこまで重要ではないです。で、私たちはその無声音っていうものが存在しないので、基本的にね、なのでその違う音だからこうしなきゃみたいなにとらわれやすいんですけれども、英語の場合は無声音と有声音というのが存在するので、 S の有声音が Z ですよね。で、 T の有声音は D ですよね。 T って音と D って音ね、 T が濁れば D になるわけですよ。で、日本語の場合濁る濁音って言いますけど、濁音とやっぱりこの無声音有声音というのはやっぱり違うんですね。日本語には基本的に無声音がないから、全てに母音がつくからですね。でも英語の場合は無声音と有声音があります。T、D、それから P と B ですね。 P はプッ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 プ無声音ですけど、これに声帯のここが震えると B になってブッ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 っていう風になります。で、こんな風に無声音有声音の違いっていうのは単にここが鳴るかならないかだっていうね、舌の動きとか息の出し方とか同じですよっていうのをね、ちょっと頭の中に留めておいてください。で、今までね、Z の音をす、ずみたいにずとかざっていう風に舌を上につけて発音されてた方は、舌を下に向けましょう。ね、ざじゃなくてざ、ずっていう風に舌は
下の歯の裏についてるぐらいでいいと思います。ザザザです。ズ、ね、もズズズ、下は下の歯の裏についてる感じ。ゼゼゼって、ね、こんな感じで練習すると、あのザ行をね全部 Z で言ってみるといいです。ザゼゼゼザっていう風に、それで練習してみてください。そうすると Z の音を正確に発音できるようになってくると、その Z とあの DS の音ですよね、カーズカーズの違いが分かるようになってきます。自分が発音できればね聞けるようになりますからね。なのでぜひぜひね、練習してみてください。以上、今日はこのね Z の音のね、なかなかトリッキーなこの舌の動きについてのお話でした。この動画が役に立ったっていう方はぜひぜひ高評価ボタンの方を押していただけると嬉しいです。でチャンネル登録もついでにしていただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!